ビフィズス菌とは、グラム陽性の変成菌規制岩菌の一種で、放線菌口バイフィードバクテリアレス目、ビフィードバクテリウム属に属する細菌の総称。本来は、本菌属の基準種でもあるビフィードバクテリウムビフィドム、ビフィードバクテリウムビフィズムの、急症バチルスビフィズスバシラスビフィズスを、種形用語ビフィズスに略した故障である。この種は、 ビフィドバクテリウム属への変更により主形用語がビフィドムに変わったため、現在ではビフィダム菌と呼ばれるが、この種の実をビフィズス菌と呼ぶこともある。すべての動物の腸内に生息し、人間の腸管には B. ビ,ビフィズム、B. ブレイベ、B. インファンタス、B. ロングガム、B. アドレッセンティスの5種が生息する。特に母乳栄養児の糞便に多く存在する。 正常な母乳栄養時の腸内細菌層は、ビフィズス菌が極めて優勢である。腸内のビフィズス菌を旺盛にするために、母乳に含まれる乳糖やオリゴ糖などが有効である。1899年、フランスパスツール研究所のティシエによって、乳児の糞便中より発見された。V 字や Y 字に分岐した特徴的な形より、ラテン語で、 二股のを表すビフィドゥスビフィズスという語が採用され、当初はバキルスビフィドゥスバシラスビフィズスと呼ばれた。ビフィズスという名称はこの時の種形容語に由来する。1924年にはビフィドバクテリウム属ビフィドバクテリウムが新設され、ビフィドバクテリウムビフィズムオーラ全線1924として再分類された。その後、本菌以外のビフィドバクテリウム属の細菌も、 同様に人の腸内細菌として同様の役割を担っていることが明らかになり、ビフィドバクテリウム属に属する細菌の総称としてもビフィズス菌が用いられている。ビフィズス菌は糖を分解して乳酸、酢酸を作るヘテロ乳酸菌の仲間でもある。米国ダノン社やデュポン社で行われているように日本でも企業のマーケティング手法の一環として特定の菌種に アルファベットと数字を組み合わせた名称を名付けて、商標登録を行い、他者との差別化を図ろうとする試みがなされている。結果として、ビフィドバクテリウムアニマリスアシュラクティスではなく BB、BB-12 といったアルファベットと数字が流通に使用される傾向にある。ビフィズス菌は、乳糖やオリゴ糖などを分解して、乳酸や酢酸,酸を産生して、腸内の pH を顕著に低下させ、 全玉菌として、腸内の環境を整えるほか、花粉症など、アレルギー症状の緩和にも貢献していることが分かってきた。乳幼児に多いロタウイルスによる感染性腸炎の抑制をする可能性が報告されている。ビフィズス菌は、パント天酸をそのまま利用できずパンテチンを必要とし、また、リボフラビンを必要とするとされる。ビフィズス菌で、菌体内にビタミン B1、 B2、B6、B12、C、ニコチン酸、葉酸及びビオチンを蓄積し、菌体外には、ビタミン B6、B12 及び葉酸を産生した。人の腸内の平均量のビフィズス菌の推定ビタミン酸性量は、ビタミン B2、B6、B12、C 及び葉酸で、所要量の14から38%を占め無し、できない割合と考えられる。 ただしビタミン B12 だけについては、内因子と結びついたビタミン B12 が吸収される。海腸の部位から、さらに炎位の大腸でビタミン B12 が産生されているので、人は大腸で作られたビタミン B12 を十分に吸収することができない。伝統的な発酵食品の中には、ビフィズス菌も混入しているものもあるが、 明治的な利用は1948年ドイツのマイヤーが製造した発酵乳が世界初である。発酵乳食品には主にビフダム種、ブレーベ種、ロンガム種、インファンティス種など、人に分布していないものでは酸に強いラクティス種が多く用いられる。ありがとうございます。